はい、どうも、ふめいだよです。今回ですけれども、明日ですね、ガチャ情報が解禁されるんじゃないかと、いうことで動画にしております。で、まあ自分の予想をね、やっていきたいなと思っております。で、5月8日土曜日まで新積むのね、確率アップが、来てます。なので、7日におそらく、何かしらの情報が来るんじゃないかというところで、まあ、6日本日ですね、動画にしているというところになっております。で、何が来るか、8日に何が来るかっていうところの、予測なんですけれども、まあ、最大で4つ案があります。はい。で、何かというと、まあ、最大5つかな、5つと言ってでもいいかもしれないです。まあ、とりあえず一つずつ言うとですね、まずは空白の1日、まあ、空白の1日があった場合はですね、明日情報解禁はないです。はい。で、あとはですね、ピックアップガチャ、はい、あとはセレクトボックス、はい、あとは新積む確率アップ第1弾ですね。はい。で、あとは全26種ですねのセレクトボックス、まあ、これが先日復活の可能性があるかもしれないって言っていたやつですね。で、もし明日情報が来なかった場合はですね、空白の1日か全26種のセレクトボックスが濃厚というところになっております。セレボの情報はですね、まあ、基本的に公式の情報、YouTube チャンネルの方で、公開されるんですけれども、全26種、まあ、もうすぐ9000万ダウンロードの時はですね、まあ、特に、来なかったんですよね。で、YouTube、つむつむ内の中のお知らせの方にですね、告知が来ておりまして、もうすぐ9000万ダウンロード記念ということで、まあ、セレボが来ますよっていう告知が来ました。まあ、なんで、明日、あれですね、YouTube 公式チャンネルでは解禁されないかもしれないですけども、つむつむ内で解禁される可能性はあるというところですね。はい。っていうところがあります。されない場合ですね。はい。で、残りは、まあ基本的に明日告知ということで、まあ、セレブかピックアップですね。まあ、新積む確率アップはあれですね、告知来ないと思うんですけど、はい。っていう感じになって、いると思います。で、基本的に流れからすると、まあ、第一弾のピックアップなんじゃないかなというところで、説明をしていくんですが、はい、皆さんはどう思いますでしょうか。一応月末にあのスコアチャレンジがあるじゃないですか。こちら、ここでセレクトボックスが来るんですけれども、まあ、第2弾か第3弾になるかわからないんですけども、ここでね、復活するツムが、まあ、ドナルドとデイジーということで、ミッキー&フレンズですよね。で、新ツムもミッキー&フレンズなんで、この全10種類がミッキー&フレンズの全10種類のセレクトボックスになるんじゃないかというところに自分は思っております。はい。なので、まあ、第1弾ピックアップとか第1弾セレクトボックスに関しては、まあ、スターウォーズ関連がめちゃくちゃ濃厚なんじゃないかというところになっております。まあ、個人的な見解なんであれなんですけど、はい、あまり期待せず聞いてください。で、まあ、その中でも、まあ言うてピックアップかなっていうところで、まあ、ピックアップの中身の予想をしていきたいなと思います。はい。ということでやっていきましょう。で、ピックアップの場合はですね、基本的に、スキルチケットになると思います。ラストショーは。はい。で、間違いなく来ると思うのが通常ダースベイダー、これは来るでしょうとね、思います。てかさ、これさ、この侍大将ダースベイダーと普通のダースベイダーちょっと色違うんすね。はい。まあ、これはほぼほぼ濃厚かな。毎年復活してるんで濃厚と思います。あとはあのツムスタ関連で、あの通常ルークと R2D2 あと C3PO は来るんじゃないかなというところですね。あと個人的には去年、登場したフィンですね。はい。復活してくれたら嬉しいかな。もしこれ復活すれば最大好きチケ2枚この中でも手に入りますので、はい、まあ願望ですが、まあ来てほしいなというところですね。あとはパドメアミダラ、こちらも弱いツムになってるんで、で、これも確か三が日とかで復活しなかったと思うんで、特にまだ一度も復活してない
と思われるので、まあ復活するかなと、ピックアップで弱い枠として復活するんじゃないかなと。あとは、まあ、パッとしないメイス・ウィンドウとベン・ケノービー、どちらかもピックアップの中では強い扱いで、まあ、入ってくる可能性があるかなというところ。あとストームトルーパーもさ、まあ、ピックアップで来るのかセレボで来るのかちょっとわからないんですけども、まあ、来そうだなっていうのがありますよね。はい、っていう感じで、まあ、自分がピックアップラインナップしそうだなっていうところは、まあ、そんな感じですね。まあ、この辺も中バッカとかハンソロ、ケツ SO とかも弱いですし、カイロレンと、レイとかもね毎年恒例に入っている、まあ、ピックアップになりますので、まあ、この辺もですね、まあ、弱い枠として来る可能性はあるかなと。でアナキンとジェダイに関しては、まあ、来ないかなと。マスタールークもね、でマスタールークがもし復活するのであればやっぱりセレクトボックスで、ここのジェダイアナキンは一応過去全26種でしか復活してないので、まあ、もしかしたら9000万ダウンロードの全26種で、まあ、来る可能性があるかなと、いうところになってるんじゃないかなと思います。はい、あとはザ・チャイルドとマンダロリアンですね。こちらもまあ去年の12月にね来たつむですけども、まあ、早々に約半年なんで、まあそろそろぼちぼち、まあ、復活するしてもいいのかなっていうところですけど、まあこの2つもなんだかんだ割と強いんでセレボ枠かなと個人的には思ってます。はい、なんで、まあ、自分が思ったスターウォーズがね復活するつむはこんな感じかなというところになっております。まあ、セレボが通常の、まあ、全26種じゃない、セレボだった場合はマスタールークとかザ・チャイルドとかマンダロリアン、まあ、その辺が目玉に来て、来るんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでございますが、皆さんはいかがでしょうか。基本的にね9000万ダウンロードのキャンペーンがちょっとしょぼすぎるかなと。なんならもうすぐ9000万ダウンロードとかいう謎のセレボの方が豪華な気がするんで、まあ、ここで一発ねちょっとね運営さんにはやってもらいたい願望はありますが、まあいい意味でも悪い意味でも期待を裏切ってくる運営さんなんで、まあ、あまり期待せずとりあえず情報解禁をね待ちましょうか。はい、そんな感じで今回はこれで動画を終わりたいと思います。まあ、引き続きね、いろんな動画上げていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日